新読みデビュー以来3作連続でミリオン達成スノーマンの I Do Me の販売動向を調査。2023年5月29日付のビルボードジャパン週間トップアルバムズセールスでスノーマンの I Do Me が107万2926枚を売り上げ首位を獲得した。 集計期間2023年5月15日から5月21日、その他の画像、I Do Me はスノーマンの前作、スノーラボ。S2 から8ヶ月ぶりに発売された3枚目のアルバムで、ミリオンを達成した8枚目の両英面シングルの表題曲、タペストリー W や、7枚目のシングル、オレンジキス、をはじめとした17曲が収録されている。 ここでは、スノーマンの最新アルバム、I Do Me と、過去2作のアルバムの販売動向を、サウンドスキャンジャパンのデータを使用し調査した。まず、スノーマンがこれまでリリースしたアルバムの累計販売枚数の初週から現在までの推移を調査したのが、破壊値、である。このグラフの横軸は、一番左が発売初週、右に行くほど週が経過しているグラフになっているため、